メインは日本の女性歌手、舞台女優、愛知県名古屋市出身。本名及び旧芸名は中林名。身長百六十四点五センチメートル。血液型は O 型。所属事務所はホリプロインターナショナル。所属レーベルはデジタルダブル。三歳の頃、テレビでアムロナミを見て歌って踊れるアーティストになりたいと憧れる。その頃から、 数々の歌のコンテスト、ミュージカル等に参加。何度か愛知県代表に選ばれ、9歳頃から本格的なオーディションを受け始める。2003年13歳の時に、第28回ホリプロタレントスカウトキャラバン、ラブミュージックオーディションで34,911人の中から決勝審査の4人まで勝ち残り、デビューのきっかけをつかむ。2005年15歳の時に、 本名の中林名名義でメジャーデビューしユニバーサルシグマより3枚のシングルをリリースする。2008年1月1日よりアーティスト名をメインに改名。レコード会社もフライングドッグへ移籍し、同年4月より放送されたテレビアニメマクロスフロンティアに登場する歌手シェリルノームの歌パートを担当。シェリルノームスターリングメイン名義で発表した。 ダイヤモンドクレバスなどの楽曲がヒットし、アニメソングの新たな歌姫として大きく知名度を上げる。メイン名義のファーストミニアルバム、メインストリートは、オリコン週間2位を獲得した。2009年以降も数々のアニメゲーム、映画作品の主題歌、エンディングテーマを担当し、シングルアルバムのリリース、全国ライブツアー、放送番組の MC などを行っている。2010年には、 ポリプロ所属の女性歌手としては山口桃以来30年ぶりとなる日本武道館での単独公演を成功させた。また日本国外でもファンを獲得しアメリカヨーロッパアジア各地に出向いて海外ツアーやイベント出演を行っている。デビュー10周年となる2015年に生体ポリープ除去手術のため一時休養するが同年8月、 日本武道館で行われた10周年記念ライブで復活を果たす。2018年には黒沢明監督作を舞台化したミュージカル生きるにて女優業に初挑戦。2021年にはデビュー15周年記念後過月連続ライブを行い、フライングドッグからデジタルダブルへのレーベル移籍を発表した。他のアーティストとのユニットとしては、 奥井正美とのコラボレーションシングルや、シーナ刑事と組んだ、アストロノーツ、声優ユニットウェイクアップ、ガールズと組んだ、ウェイクアップ、メイン、などの活動がある。本名である名の由来は、隣のトトロの名から。漢字には、生まれた目のまま、ずっと素直に育ってほしいという願いが込められている。メインという芸名の由来は、メイ中林から。また、 音楽界のメインアーティストになれるよう、みんなにとってのメインテーマな歌を歌えるようという意味合いも込めている。ニックネームは部長。日々の活動を部活動になぞらえ、コンサートをライブ、食べることをデブ、ツッコミを入れることをツッコブ、他にもドエブ、アグレッシブ、ポジティブ、ラブなどと活用している。ファンは部員、公式ファンクラブ名はファンクラブ、 ファンミーティングはファンクラブ総会と呼称される。自身の音楽的ルーツは R&B やブラックミュージック。中林名,名義の頃は低い聖域で歌う R&B シンガーだったがメインへの改名後は伸びのあるハイトーンボイスを生かしたロックやポップスを主体にしている。マクロス・フロンティアのレコーディング当初は歌のキーが高すぎると戸惑っていたが作曲家の菅の洋子に 絶対出るから思いっきりやってみてと勧められて、歌ってみたら自分でもびっくりするほどの高音が出せたという。カンノはメインの歌声についてまっすぐなんです。それでいて、いつも泣き叫んでいるような感じもする。反射神経そのものみたいな体で歌ってると述べている。自身で作曲をする際に使用する楽器はピアノ。深夜にヘッドホンをして作曲している。名古屋市出身であることから、 名古屋ドームでのライブを実現させたいと意気込んでいる。ライブに向けた体力づくりとして普段は腹筋運動やキックボクシングをしている。ライブの前後にはタンパク質を摂取し、ライブ本番前には分子サーミノさんと縄跳びで体をウォームアップする。同じ事務所に所属する和島亜ミとは対照的にレコーディングは丁寧であり、ビリーフではマイクに 髪の音などが入るのも気にせずに溢れ出す感情に任せて歌った和島のレコーディングに関してメインは私は極度の格好つけだから失敗したくなくてきちんとしたレコーディングの仕方を先に覚えてしまったんですアみちゃんは最初から肩にはまらず自分を出せていて羨ましいと答えている家族は父母妹の4人家族家族4人ともに音楽の思考がほぼ同じ また、祖先に、渡辺綱がいる。ムーという猫を飼っている。プライベートでは、リサやナツコ、アキコ、小沢千尋と仲が良く、ブログにも何度か登場している。年齢、出身地、音楽ジャンルが近いリサは、友達でありライバルでありであり仲間であり、彼氏という存在。アナメイロサマーライブ2017最終日では、オープニングでリサと共演し、 互いの持ち歌をデュエットした。マクロス・フロンティアの作曲家、菅野洋子のことは、自分でも知らなかった可能性を引き出してくれた恩人として感謝している。レコーディングで難しい課題をクリアすると、菅野は、なんだ、歌えちゃったんだ、つまんない、次はもっと難しい曲所行、と言って、さらにハードルを上げるという。ランカリー役として共演した中島愛のことは、 共にハードな日々を乗り越えた、戦友と表現している。中里エ社は、高校時代の友人。ホリプロの寮では、先輩の坂谷矢菜、和さや、浜口淳子らと共同生活を送った。同じイベントに出演した、ウェイクアップ・ガールズのひたむきな姿に一目ぼれし、アニメも全部見るなどファンになったことから、ところぞくレーベルを超えた、コラボユニット、ウェイクアップ・メイン。 が実現した。鈴木好みはメインのステージに衝撃を受けてアニソン歌手を目指したと言い,いずっと憧れの存在と語っている。自身と同じ名古屋市出身である朝香もデビュー前に NHK アニソンのドジマン G に出場した際ゲストだったメインに目標にしていますと伝えたことがある。趣味はいろいろなものをコレクションすること。本名の中林に カバという字が入っていることから、カバグッズを700点ほど集めており、アルバム、ピースオブスマイル通常版のジャケット写真で自宅のコレクションを公開している。デビュー10周年には記念として、タツノコプロとのコラボで、オリジナルのカバキャラクター、ヒッポ N を制作した。好きな食べ物は、タイ焼きオレオナン。タイ焼きの奥深さを世に伝えるため、タイ焼き親善大使として活動しており、 たい焼きオンリーのトークイベントも行っている。イベントで紹介したメインが選ぶたい焼き重戦はエビス、ヒイラギ、人形町、柳屋下高井戸、辰宮千ヤ、木香川家、麻布十番、何ニワ総本店、奈良、小太郎鳥取、安安岐阜福丸、三重、伊藤商店、名古屋、大福茶アなお、たい焼きは頭から食べる派とのこと。 自身のラジオで地元の中日ドラゴンズファンであることを公言したが、好きな選手が福留光介、川上健進とその時点で両選手ともメジャーリーグ入りした選手だった。名古屋に帰省すると、名鉄百貨店本店の名物である巨大マネキン、七茶人形の写真を取り SNS にアップする。2015年には初のベストアルバム、発売を記念し、 期間限定でメインバージョンのナナちゃん人形が展示された。ナナちゃん人形が約40年の歴史で芸能人やタレントとコラボしたのは今回が初。海外ライブでのファンとの交流を大事にしており、独学で現地の言葉を習得している。中国には公認ファンクラブがあり、ウェイブイのアカウントを中国語で更新している。 無類のペンギン好きであり、墨田水族館で2018年4月に誕生した、マゼランペンギンの赤ちゃんの命名コンテストに応募した、もんじゃが1話の名前に選ばれた。配信限定オリジナルアルバムミニアルバムその他の。 アルバムライブ映像ドキュメンタリー映像2005年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年ヘレギュラーゲスト出演レギュラーゲスト出演レギュラーゲスト出演スマートフォン向けアプリアーケードゲームありがとうございます